こんにちは動画ファンの成田です今回は Windows10 のカレンダー表示を西暦から和暦に変更する方法についてご紹介いたします、えー、日本人には和暦とても馴染みがありますよねそしてあと10日ほどで4月が終わるんですがそうすると、えー、平成が終わって 5月からは令和元年というふうになるんですけれどもこの平成とか令和とか私は思いっきり昭和生まれですけれどもこの和歴 Windows10 でも対応しておりまして、えー、この右下の「 日付の表示カレンダー表示ですねこれを、えー、今2019年という風うに西暦の表示になっているんですが和暦の表示に変えることができますのでその方法をご紹介してまいりますでは設定を変更してまいりましょう Windows のスタートボタンをクリックしますそして えー、こちらの歯車のマーク設定ですねこちらをクリックしますそしてこの Windows の設定画面を開きますそうするとこの時,時刻と言語という項目がありますのでこちらをクリックしますはいそうしますとこのような画面が出てまいります左側のメニューから上から2つ目の地域こちらをクリックしますそうするとこのような地域という項目 メニューが開くんですけれども下へスクロールしてくださいそうすると、えー、ここに「データ形式を変更する」という赤いリンクがありますのでこちらをクリックしますそうするとこのような表示が出てまいりまして一番上がカレンダーとなっていて西暦日本語というふうになっております。この三角をククリックすると 和歴を選択すると今はまだ4月なので平成なんですけれども平成の日付が表示されるようになります。え変更するとすでにもうこの右下のカレンダー表示はえ平成31年という表示になっております。またですね、ここのの日付のところ 日付を、えー、例えば短い形式このスラッシュスラッシュのところを、えー、例えば「かっこ水曜日」という表示を入れるとか、えー、っと長い形式の時に「水曜日」という表示を入れるとかっていうふうに、えー、曜日の設定もできますので非常に便利だと思います。なおじゃあ例えばですね、えーっと 今ここが平成31年4月22日に切り替わったんですけれどもこれを例えば今手動で5月に変えてみます。そうするとこの年号のところ平成31年32年33年となっていて令和を選択することができないんですね。で例えば変更とやっても、 平成31年の5月22日ということで令和にはなっておりません。えー、こちらはですねこの 更新とセキュリティ Windows の設定画面の更新とセキュリティで、えー、今、最新の状態ですというふうになっているんですけれども、えー、自動アップデートを設定されていらっしゃる方は自動的にアップデートされて、えー、令和になった時に5月になった時に自動的に こちらの平成も令和に変わるということのようなんですけれどももし自動で変わらない場合はこちらで手動でアップデートをしていただきますとこちらの平成の表示も令和に変わるかと思います。 このように日本人にとっては大変馴染みのある和暦、和暦表示も Windows10 では設定することができるようになっております。平成から令和に変わりますが、このような設定を行ってみるのもよろしいのではないでしょうか。それでは以上となります。最後までありがとうございました。